めっちゃ画質悪い。タブレット。いや。なんか充電器が終わってるんだけど、たまんないし、なんか携帯使えないんだけど、終わった。終わった。あ、音でかい。ごめんね。じゃあもう終わるわ。よいしょ。やっほー。雨降ってる。横にできんのかいね。なんだこの画角。たまったもんじゃない。あ、雨の音じゃなくて。え、充電ができないんだけど、私夜どうしたらいいの。チャリオさんありがとうございます。充電ができない。なんでかわかんないです。充電ができないので使えません。携帯。まあいいや、母に借りるかコンビニ連れてってもらうか。ファイト、ありがとうございます。でももうすぐ終わりますわ。うるさいでしょタブレット。しかもね、タブレットの充電も 15% ぐらいしかないので、ちょっと近いか、こんぐらい。え、ケーブル余った。多分お父さんね、お父さんが多分あんま携帯触らない人やけん。あ、でもどうだろう、やったらかしてくれるかな。まあ買ってもいいや、どうせ明日も明後日もいるけん買ってもいいや。え、じゃこ天今日も食べたよ。私この2日間で5枚食べたから、じゃこ天。うめえ。あ、ロングバケーションじゃないです。今後使うじゃんってこと、充電器。広島に帰っても明日も明後日もずっと使うから、お父さんに借りてなんとかなるもんじゃないってこと。ロングバケーションではないんですよ。そう、今日だけじゃなくてこれからずっと使うから、もう買ってもいいやってこと。ロンバケベイケーション、マケーション。でってて、これ二重幅だよ。なんか最近目が荒れるんですよね。カサカサになって、皮膚が、目のカサカサ。ほら見てこれ。そう、右目ひどいよね。涙袋もある。あ、でもこうしたらないね。こうしたらあるわ。いや、寝れて、あ、でも昨日の夜は寝れんかったかな。保湿してる。そう、寝ます。めっちゃ涙袋出る。年取ったってことかな。あ、福田さんの笑顔、何やっけ。シャチじゃなくて、ヒラメじゃなくて、エイ。
カレーじゃなくて全然出てこんやん。フグでもなくてタコでもなくてエビでもない。福田さん、えい、ポニョ、ポニョじゃなかったっけ。どんなやっけ、ポニョ顔。ポニョやってない。ヨハンさん、すみっこ暮らしありがとうございます。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。あ、ジブリ。何も歌ってません。何も歌ってないです。ってか、決まり。ウッディ、あ、ディズニー、ディズニー。うーん、アカペラなら問題ない。そう、タブレットも充電ないけど、多分充電器がやられてるから買わなきゃ。セブンとか行かなきゃ。キティ、キティむずくない？キティってさ、ウッディはできるよ。ミッフィー、ミッフィーむず、口。すみっこ暮らしはできないよ。すみっこ暮らし、すみっこ暮らし近いな。横にしたいんだけどね、これ。あれをオンにしてないのか。横にしたいんだけど、まあいいや、もうすぐ終わるし、あと5分ぐらいしたら終わろうかな。隣のトトロ、ちいかわの日。あ、そう、ちいかわの日。ちいかわ、横にしたいけどさ、あれをしなきゃいけないじゃん。ロック解除、めんどくさいわ。ロック解除するの。おでこ配信、ちょっと髪ボサボサ、すっぴんボサボサ。コウジさん、ありがとうございます。ちいかま食べてない。だーだだー、ちいかわは好きですよ。ちいかわかわいい。間違えてカニカマ買ってしまいました。ちいかま、ちいかまって知ってる？知ってる？まあ間違いやすい、確かに。カマだもんね。カマ仲間、カマ仲間、カマ仲間。発音が似てる。そう、大人の人さ、ちいかまって
さ聞き間違えるじゃん。なんかマネージャーさんが結構前の話なんですけど、1年ぐらい前の話、なんですけど、メンバーがコンビニでちいかわ探してたんですよ。ちいかわのお菓子、ちいかわちいかわって言ってたら、マネージャーさんがちいかまあるよってさ、ちいかま指さしてた、ちいかまあるよみたいな。だからちいかまに聞こえるんです。いや真剣に言ってたの、そのマネージャー。1年前ぐらいだからね、本当に知らなくて。今はちいかわ有名だけど、1年半前とかにちいかわ探してたの。なら、ちいかまあるよみたいな。コンビニちいかま売ってるんですけど。トトロのイントロ歌えるよ。誰かが酵素にのやつ、トトロかいね、それ。そう、1年半か2年前ぐらい、何の仕事だっけな、なんかで県外行ってたんだよな、岡山かどっか行ってたな、何だったっけ。ちいかま腕が疲れてきた。違う、温泉ロケとかじゃない、岡山かどっか、山口か岡山かなんか。目だけアップ、はい、こっちです。ドゥドゥ、あ、部屋の中見れそう、ダメ。ダメです、もう右目の調子が良くないですね、直さなきゃ。そんな怖いことしないよってするでしょ、なんか見えそうだもん、なんか目の中で。ダメ、眠ない、全然眠ないです、眠ないです。どうする、目の中見たら、私の目の前にいっぱい人が立ってたら、実は5人ぐらいの、何、なんていうかいね、あの黒い人。ね、見張られながらやってるかもしれないよ。目赤くないですよ。赤くないです。ゾンビじゃない。人質じゃない。なんだっけ、黒幕じゃなくて、あのガードマンみたいな。人質って読む？人質？黒服？あ、黒服？あ、そう、 SP、 それ SP です。人質って読むよね。SP 黒服って、私はキャバ嬢かて。トゥトゥトゥ、こんばんは。なんでトトロ、トトロ出てきたの。SP そう、 SP 守ってくれてるの。そうだから見張りついてるよ、配信の安全守るために。5人ぐらい、5人
何人？日本人です。私の目の前、確かに充電器、確かに買ってきたよね。タブレット持ってもらいなさい。充電器どうしよう、本当に。もう親寝てるよ。ピリピリパッパラパー。何時に終わろうね。充電でもね、結構持つね。 15% って結構持つんだよ、多分。持っていきましょうかって。何時間かかるんや。トトロ風のトンネル知らない。大海道の入り口はまだ愛媛いるの。もういないか。こんばんは。あ、そう、いつものマイクと違うな。携帯が使えんくなって、今タブレット充電切れてさ、充電器壊れて携帯使えんのんですよ。だからタブレットでやってる。うるさいでしょ。わらびもちさん、ハートありがとうございます。よく聞こえる。そう、充電器壊れて携帯充電できなくてタブレットでやってるの。何年ぐらい？1年ぐらいかの、7ヶ月ぐらい。なんでやるか。コードが壊れた。充電器っていうか線だね、線。線を出せ。お話し会受付中です。よく聞こえる。逆にいいかもね。私いつも小さいって言われるけんさ。しんしんしんくん、ありがとうございます。ちいかわじゃない、すみっこ暮らし。みっこ暮らし、いつかちいかわもコラボしそうだね。ショールームめっちゃいいじゃん。そんなちいかわリラックマとかもサンリオとかもしてたもんね。次ちいかわでしょ。アバター欲しい。端子は反対にさしてください。ああ、確かに。そういうのもいいね。やってみようかな。だってさ、ずっとさしてるのに充電できないんですよ。ほら、まだ死んでます、携帯。端子を反対にしたらいいか。よいしょ。どうだろう、これでできるかな。できた。アップル。いけたんだけど。すご。あー、でも充電できないわ。5。ダメだ。ダメだダメだ。一回ついたけど充電できない。この、あれが出ないわ。充電中の。やっぱダメだ。そう。
充電中だったらさ、あの右上の充電のマークにさ、こういう雷マークみたいなのつくじゃん、わかる？それがつかんくて、もう消えそう、多分消える。そう、それつくじゃん、電池の真ん中に。それがなくて、多分もうダメですわ。買い替える。どうしよう、携帯の方がダメだったら機種変しなきゃ。まあそろそろ終わろうかな。ランキングショールーム、トシピンさんハートありがとうございます。ハート、すみっこ暮らしもありがとうございます。機種変したらレシート取っておくんだよって。機種変な、でも2年おきにやってるんだよね、やりすぎじゃない？2年おきにやるとかさ、ちょっとやりすぎじゃない？ YouTuber とかじゃん、そんな。11、13、15、もうちょっと長持ちさせたいよね。まあでも毎日ね、たくさんね、働いてもらってるから、携帯には仕方ないか。携帯使ってるもんな、毎日お仕事で。そうだね、確かに。機種変しよっかな。そうね、2年経ったかな。あ、まだだ。クリスマス時期に交換したから、あと2ヶ月ぐらい、1ヶ月2ヶ月ぐらいで2年だ。2年経ってなくてもできるよね。でもどうだっけな、まあ12月にしたらいいか。よし、じゃあ団長読む。13位ひとしさん、12位たっくん、11位あきやんさん、10位むねひろさん、9位きちねさん、8位ペホゲナさん、7位みきやくん、6位ゆきさん、5位やすべえさん、4位かいとさん、3位はっとりさん、2位やするぱんさん、1位うどむさん、ありがとうございました。いけたいけた。ランキングのお時間でした。タブレットはね、あんま使わんけん充電結構減り早くないや、 15% で結構持つ。タブレットはね、配信の時の10%になった。でも減り遅いね、 5% で20分ぐらい持ったよ。30分、20分、今 10% で捨てたから、今 10% になったの。でもさ、 5% で20分持ったよ、すごくない？だけあと30分40分いける、すごいよ。タブレットはあんま使ってない、本当に。配信中の調べ物ぐらいしか使わんもんか、配信中のゲーム、配信中に端末を使いたい時ぐらいでしかマジで使ってないから優秀です、バッテリーが。まあ終わりますわ。ということで終わります。それでは。
終わりたいと思います。ライトニング磨いてないです。逆に磨いてるのみんな。え、ほんならさいなら、おやすみなさーい。おやすみー、おやー、またねー。すみのふて、お酒、おやすみ。